はい、今回の動画は Mac でアプリが固まって終了することができない場合の対処方法をご紹介します。で Mac でアプリを起動してですね、何か作業をしているときに、そのアプリがですね、完全に固まってしまってですね、まあ、終了ボタンをクリックしても全く反応しないといった場合、そういったですね、固まってしまったアプリを強制終了する方法があります。 で、この固まったアプリを強制終了する方法はいくつかあるんですけども、まあ、今回ね、代表的なものをね、二つご紹介したいと思うんですけども、まず一つ目は、このドックのところにあるですね、その固まったアプリのアイコンのところですね。まあじゃあ、例えばですけど、じゃあこの Google Chrome が固まって動かないといった場合は、この Google Chrome のアイコンのね、上でですね、 マウスの服ボタンをクリックをしてもらって、キーボードのオプションキーを押したままにしてもらうとですね、この一番下のところですね、押さない状態だとこれが終了になっていて、オプションキーをね、押したままにするとここが強制終了に変わると思いますんで、この強制終了の項目のところをね、マウスでクリックしてもらうことによって、固まったアプリを強制終了することができます。はい。で、あともう一つのやり方ですけども、こちらはですね、キーボードのコマンドキーを押したまま、オプションキーを押して、エスケープキーを押してください。 はい。そうすると、このアプリケーションの強制終了というね、ウィンドウがね、開きますんで、まあ、例えばじゃあ、クロームが固まっているようであれば、このクロームのところを選択をして、まあ、強制終了というところをクリックをして、で、もう一度ね、強制終了をクリックをすることによって、反応しなくなった固まったアプリを終了することができます。まあ、これ、どちらがね、やりやすいかはですね、人それぞれだと思いますんで、まあ、アプリが固まってですね、反応しなくなってしまったといった場合はですね、まあ、どちらかのやり方で強制終了してもらえればと思います。 それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。